アメリカ、それからニュージーランド、日本全国から仲間が集まりました。日本教会並びに関東教会の皆様に厚く御礼申し上げます。男性のスポーツというイメージが強いので、女性になんかそんなものができるかっていうようなことに対する、まあ、反骨精神みたいなものはみんなあって、もしかしたら無謀とか時期尚早とかいう意見も もちろんあったと思います。もうみんなが自分たちでやらなきゃならない準備から何から一人一人が自立して試合に固い決意を持って臨んだんだと思います。自分たちもラグビーが好きでやってるんだし、その情熱、ラグビーに対する一人一人が持っていた情熱はすごいものがあると思います。認められなかったから余計っていうのもあるとは思います。時代の壁、世界の壁、どれほど高い壁が立ちはだかろうとも、選手たちは前に前に走り続けた。ラグビーが好きだ。その強くまっすぐな情熱こそが新たな時代を切り開いてきた。サクラセブンズへ、サクラフィフティーンへ、偉大な桜の情熱は引き継がれ、必ず未来に満開の桜を咲かせる。15人制も7人制もあんまり頑張るっていう言葉は好きではないですけれども、まあ、ベストを尽くしていただきたいと思います。